それでは次にジオンという方を行いますえジオンという方は、えー、騎馬立ちの多い、えー、方の中で、えー、技を繰り出す上で、えー、落し受けあるいは低勝、えー、そして、えー、騎馬立ちからあ影付きというようなあ形の多い方です、えー、騎馬立ちの中でもお 移動をする、牙立ちから牙立ちという移動を繰り返す、まあ、このような方ですから非常に普段から練習をしておかないとなかなかスムーズには動くことができません。それでは授業を行っていただきます。 はいやめはい、えー、まず最初に、えー、はいちっと戻っていただいてはい、えー、正面に入りましたはい掛け分けではい斜め前に進みますはいこの構えからあ前蹴り、えー、追い付きという形のお連続動作があるんですが、はい、この 前蹴りを、はい、行った時に、はい、構えが崩れないといとうことですね、はい、この位置からできるだけ腰を前にポイントを持っていきながら蹴ってついていくという形,形になりますので、えー、よくこうその場で蹴るような形で前に進むという人が多いんですけども、えー、ここはできるだけ 腰の位置を前に持っていきながら蹴りを行うということが、えー、この技の大きさにつながると思いますそしてその後のレンズキー、はい、ちょっとやってください1はい、はい、ここで半身になる人が多いんですけどもここはしっかり腰を正面にして立ち方を一旦決めてその後連レンズキーはい はいこのような形でしっかりしたフォームで連続技を行うということが大事な点だと思います。はい次はいこの構えですがやはり、えー、肘ちょっと正面に向いていただいてこれが脇から肘が出ないということがポイントですので肘を締めた中ではい拳との間隔は広く。 肘の間隔は狭くこれがあの逆になる人も多ければあ,そのあんまり変わらないという人も多いんですね、えー、したがって肘は締めて内に締めて拳は外というふうにしてはっきりしたフォームでかき分けをするということが大事ですはい,斜めに向いてていいただいて、はい、続けてください それではこのポイントを、えー、正面に持って説明しますが、はい、牙立ちまず最初に、はい、後屈立ちで受けました、はい、この位置から、はい、牙立ちに入ります、はい、次に、はい、この位置に置いて、はい、腰を使って、はい、受けます。もう一回、右足。はい はいはいよはい、その場で方向転換しながら後屈で受けます。はい、こういう腰の使い方が大事なんですね、はい、もう一回場立ちで手だけで一回やっていただいて手にだけにならずに全体腰を中心に体の柔らかさを使いながら下半身を使って。はい はい、もう一度はいはい、はい、こういう体のアクション腰のアクションを使ってくださいはい、はいえー、今のもう一度はいちょっと正面からやって,やってくださいねはい前屈構えて。 それで正面かららやってもらいます、はい、毛羽立ち1、はい、足の運足がこう回り込むようにはならずに一線状に持っていきながら、はい、腰のひねり腰の切れで、はい、3っていうふうにして運足を使ってください、はい、もう一度次はこういうこういう動きに。 ににならずに足の裏全体また上足底をつうまく利用して回転するっていう動きを意識してやっていただきたいと思いますはいどうぞはい続けてくださいはいはいやめ

下段の位置、中段にならないということですね。下段。はい、払った。はい。はい、ちょっと横向いていただいて。はい、もう一回下段。はい、この交差立ちの位置ですね。これが離れないということですね。必ずかかとの、そう、沿ってですね、かかとに沿って、必ず密着してください。で、膝を締める。 この形がベストですね。はい正面向いてはいはい2位払いましたはいここもしっかり斜め下あまり広くならないということですねはい2位はい中段中段はしっかり中段肩より高くならない肘が外に脇腹から出ない中に締めながらそうですねはい上段はい この動きをはっきりさせます。ね、よく落ちりやすい欠点はこう低くなってですね、えー、前が見えないというような人もいますので、しっかり上段に重々決してください。はい、2、3、はい、はっきり大きくですね。はい、4、はい、はい、元に戻って、はい、そこから、 はい、始めてください。 えー、落とし受けですはい、えー、ちょっと分かりやすいように、はい、下段バレー構えてはいこ,こからはい1はい落としてはいえー、側面をついてくるその技に対して肘で受けないということですね、はい、手首この形でしっかり受けてください 上から真下に落としますはい2はい構えはしっかり上からこの上の手を上げた時にはですねこう曲げないということですねしっかり大きく天井を突き出すそういうイメージで、はい、そしてえー、上げながら落とす場合はですね自分の体重を <laughs> 使って 受けるというこれが一つのコツですね。えー、手だけにならない自分の体重を使ってーン落とすという形で受けてください。はいそうですね。はいはいそれでははい最後の。 はいえー、最後のおー落とし受けから、はい、次に移る場合ですが、はい、足を、はい、ここで止める人が多いですね、はい、ここはもうゆっくり動かしながら止めないで最後の牙立ちまで持っていくという形ですねそしてこの形ですが基本的には 中段の構えに拳を合わせて、中段の突きですね、中段の突きから中段に合わせて、そして中段に構えます。従って、肩には上げない。肩の線じゃないですね。中段に上げますので、肘が同じ中段の位置に。 決まるということです。これがどうしてもこう上がってしまうと形が崩れてしまう。はい、そうですね。はい、この中段の形にしっかり収めてください。はい、次はい。はい、この形は上段に。こうついてくる形ですから。そうですね。この高さはい。 このポジショ手があっち行ったりこっち行ったりしないそしてまたこの形からよくあるのが手を大きくこう回す上からそして前に回すとかいう余分な動きをせずにシンプルにはい身近にスーッと持ってくるということですね。 え次は力強くはいはいやめはいこの戻り方ですがはい最後ははい残身ともに戻しますしたがってケバ立ちのおこのいう上下運動をせずに足の 動きをしっかり床と足の裏が平行に進んで戻すということが大事ですねちょっともう一度やってくださいはいいいな Jump! Yep.